あんだけ、あ、音が違う。皆さんこんばんは、シーサーです。こんばんは、池田です。さあ池田店長、今回も、はい、グランキコーナー酒井店さん、そうですね、お邪魔しておりますけれども、はい、すごいですね。今日珍しくパチンココーナーの方でね、ちょっとそうですねオープニング撮ってるんですけど、はい、いろいろ言いたいことがある。何ですかあれ。はい、原産ハンマーですか。原産ハンマー、はい、もう原産アピールしすぎでしょう。でこれそうですね、はい、これ見てください。極限演舞と書かれた、もう源さんのためだけにこの中央通路のど真ん中にドーンですよ、はい、そしてこれ何ですか。本日の大当たり回数、はい、3510、はい、え、これ本当の数字ですか。あ、そうです。あの80台のデータランプからデータを引っ張ってきて、80台、はい、80台ですね。超位打点80台、80台です。いや、この間来た時に、はい、番長3の台数聞いてびっくりしたんですけど、はい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 、超位打点80台ですよ。そうですね、しかもバリバリ動いてるんでしょ。はい、バリバリです。すごいですね。ってことは今日は池田店長、はい、こっち行っちゃいますか。やりたいですね。やります。いや、この雰囲気はパチンコ打ちたくなりますよ。まあ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 、そうですよね。全くまたスロットフロアと違いますもんね。でも結構、はい、トミーさんの時にゲンさん打ってるんですよ。はい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 。なのでもうちょっとゲンさんはしばらくいいかなって思ってたんですよね。あ、本当ですか。なんかないですか。じゃあ全然スロットでもいいんですけど、最近なんか入った台とかちょっと面白そうなやつとか。スロットやったらバイオハザードとか。あー、はい、いいですね。バイオハザード7、うん、これ結構話題の新台で、そうですね、はい、結構こうユーザーのコメントも、うん、いいコメントが多いというか。そうですね、お店の実績としても稼働もしっかり残ってる機械なので、はい、どうします。ただ売ってもあれなんで、いつもでも結構、はい、設定ごと6とか売ってるじゃないですか、うん、で5、6売ってもまああんまりこう、まあ、変わり映えがねちょっと難しいのかな、うん、だったらもう両極端な1と6とかでどうですか。天国か地獄か、はい、行きましょうか。で、はい、1と6を売って僕ら設定知らずに今から調整してもらって、はいはい、で最後に当てましょうよ、自分が出ていただいた設定。ね、はい、ただ僕自分の引きで言うと6も1も変わらないような気がするんですよね。お、それは1でも出せるし6でも出せんし、逆ですね、どっちに転ぶか分かんない。そうですね。あ、なるほど。いや、それは僕もちょっと近いところがあるので、はい、ちょっとねどんな結果になるか分かりませんけど、はい、では今回は、はい、あのバイオハザード7の設定1と6を、はい、制限時間内で、うん、推測できるかどうかやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、というわけで池田店長、はいはい、こちらバイオハザード7ですけども、はい、設定がどちらかが1でどちらかが6なんですけど、そうですね、はい、じゃあ店長どっちか好きな台選んでいただいていいですか。じゃあこっちでいいです。右側で。わかりました、はい、じゃあ僕はこちらで、はい、いきます。それでは打っていきたいと思いますけれども、はい、まあ導入まだ間もないということ で、 そうです、ね、はい、実は僕この台を見るのも打つのも今回初めてなんです。はい、池田店長打ったことはないです。お互い初打ち。初打ちです。ってことはいろいろ勉強しながらになりますね。そうですね。まあちょっと体感的な部分とか。そうですね、はい、あ、でもいい機会ですよね。そうですね、はい、それではよろしくお願いします。はい、お願いします。まあ基本的なゲーム性は純増約5枚の AT で、うん、あの突破型のチャンスゾーンをクリアして AT を目指すという、まあ、6号機ではよくある形の、ね、これ確か2回突破ですよね。そうです、2回突破型ですね、うん、でその、まあ、チャンスゾーンというかクライマックスバトルというものをまず目指していくんですけれども、その突入契機が規定ゲーム数の到達と、まあ、これがメインですね。で、まあ、基本的には規定ゲーム数到達でチャンスゾーン突入という流れになって、はい、通常時やることはこのバイオポイントを貯めてアイテムを獲得するというところですね。このアイテムの獲得によって期待度が変わってくると、このアイテムがチャンスゾーンをこう突破するのにすごく重要になってくるというものになるので、はい、チャンス目引きました。あ、早速ボタンでバレットバレット獲得、はい、獲得で、ね、基本的にはそのファーストステージアイテムっていうところにバレットが白から赤まであると思うんですけど、はい、こちらは、まあ、主に強調にチャンス目っていうレア役で獲得できるものとなってて、で下のファースト&セカンドステージアイテムというものが1000ポイント到達時に基本的には
獲得できるものとそうです、ね、なっている感じですね。結構その2回突破なんですけど、はい、ファーストラウンドが 50% でセカンドラウンドが 55% か、うんうん、っていう期待度から始まって、あとはこの獲得したアイテムでその突破率を上げていくというものになるんですけど、うん、通常時のアイテム獲得がめちゃめちゃ大事ってことですよね。だからそうなりますね。通常時のモードが ABC と天国の4つありますと。で天国のゾーンが153ゲームで、これが約 33% で選ばれるどの設定でもですねっていうことなので、これリセット後は153ゲーム以内の初当たりに期待していいのかなって思いますよね。確かにそうですね、うん、だから天国以外のモードの振り分けが結構設定差があるんじゃないでしょうかね。またチャンス目ですね。今日引きますな、うん、バレット2つ目。おお、設定差のある子役がジャクチェリーみたいですね、うんうん、確か1も6もその 20も変わらない確率ですね。確かそうです、そうです。 10数分の1だから子役に設定差がほとんどなくて、うん、チャンスゾーンの突破率もおそらくは設定差がないはず、うん、って考えたらモード以降でしょう多分、うん、そうですね。映像ほんま綺麗な、これ。レイカーズディナー、お早速前兆ステージですね。前兆ですね。はい、そこはその液晶の枠の色が白、青、黄色、赤と上がっていけばチャンスっていう、ね、ここですね、はい、ステップアップっていう形で。さあこちらもベイカーズディナーということで、 おそらく設定変更後はこれぐらいのゲーム数70から80ぐらいで、まあ行きやすいんでしょう。そうですね、はい、すごいっすねこの映像も、うん、めちゃめちゃ綺麗ですね。何を食べてるんですか、うんあ、いや弱そうですね。マーガレット、マーガレット欲しいに行こうですね。いや結構その身近な人がこのバイオハザード7打ったけど面白かったよって言われてて、うん、ライターさんなんかも結構面白いって言われてるんで、はい、うん、楽しみにしてるんですよね。あ、これなんかチャンスアップかな、なんか熱そう。レア役じゃない、ルーカス、ルーカスゲームをクリアしろ、星2つ。あ、なるほどね、はい、残念でした、うん、でここで、チャンスゾーン、あ、前兆ステージが終わると、この前兆ステージがどのタイミングで来たかっていうのを見れるんですよね。このメニュー画面の、あ、トップのこのフォークのところを押してもらうと、はい、ここね、前兆ステージ来ましたよ、うんうんうん、でステップアップ青で終わりましたよっていうのまで残るので、ある程度これを見れば滞在モードの推測がしやすいのかなって思いますよね。わざわざこういうの載せてるってことは、うん、モールデッツアタック、モールデッツアタックですね。やっぱ1000ポイント貯めるためにはこれが不可欠。そうですね、これがないとなかなかポイント貯まらんよ、うん、通常時普通に回してるだけじゃあんまりポイント貯まらないですもんね。そうですね、うん、で一応ボードの下はこれがこのモールデッドアタックが終わったところでも、うん、この声で一応してるらしいんですよ、このびっくりマークを押すとですね、終わった時に。あ、ここに出てくるんですか。出てきます、このモールデッドアタックの時に。なるほど。なんか結構インターネットの評価を見たんですよ、ユーザーの方がもう素直に書かれてるものを、はい、そしたら、まあ、通常じゃつまらんと、はいはいはい、とにかく AT が楽しいと、はいはいはい、で思ってたより楽しかったとか、うん、意外といけるみたいなコメント多かったんですよ、うんはいはいはい、最近のスロットの信頼でそのポジティブな発言って、まあ、結構珍しいじゃないですか。まあまあそうですね、うん、でこのバイオハザード7に関しては一般のユーザーの方がそういった感じで、通常じゃつまらんけど AT 中楽しいよっていうこと結構書かれてたので、うん、あ、これは本当に楽しい台なんだなって思いました、うん、ここもおそらくは前兆ステージの煽りですね。緑文字来ました。 お赤文字来ましたよこっち。暑い、早く家に帰って熱いシャワーでも浴びたい気分だぜって、これは本前兆に期待が持てるセリフじゃないの。確かに。さあここはちょっと温泉町に期待しよう、ベイカーズディナー。お、また出てきたよ。これチャンスアップでしょ。あ、
それであれじゃないですか、バトルに行くかどうかのあれじゃないですか。あ、その演出、あ、黄色まで行った。お意外と青で終わることが多いのかなと思ってたんですけど、黄色まで行きましたね。まあでも 33% あるんだったら天国移行率が、うんうん、取ってても全然おかしくないですもんね、どの設定でも。悪い子はもういらないよ。なんかいい音した。おなになになに、エブリンを倒せ。勝ち確じゃないですか。やっぱりさっきの赤文字扱ったんだ。そうですね、まあ、こっちに引いてますけど多分、まあ、弱チェリー関係ないですね、うん、こんな熱いパターンが。しかもこの演出と BGM の確かにすごいですよ、この、うんうん、なんて言うんでしょうね。ああ行きましたね。さあこれでチャンスゾーンには突入になりますけど、アイテムゼロです、うん、何にも獲得できていません。わあすごい気持ち悪い。うわウィーンということで142ゲーム、うん、設定変更後天国モードにいたんでしょう。よかった、早めにこのねチャンスゾーンクライマックスバトル見ることができました。ね、突入時は1個バレットもらえますということと、突破が全部で2回で1回目の突破が、期待度約 50% で2回目の突破が期待度約 55% という2回突破型のチャンスゾーンですね。アイテムは白いバレットが1つだけ。スタンダード告知、パニックタイム告知、振動告知、スタンダード告知でいきますね。フリーズ発生で、突破となります。まずはベルナビ4回を消化ですかね、ここね。まあでも 50%1 回ぐらいはね突破できそうに感じちゃいますけどね。そうですね。でも6号機の突破型で 50% の難しさはもう何回も味わってきたんで、まあ確かにアイテムないときついのかな。さあというわけで、ネクストシューティングチャレンジ、ここね、まずはファーストラウンドの、まあ、ファーストステージのですねレベルをアップさせていくということですね。でこの時に先ほどのバレットが多ければ多いほどレベルアップに期待が持てるということになります。今回白いバレット1個だけなので大したことはないかなと。連打でいきましょうか。はい、レベル1のままもうアイテムありません。ここからが、最初のバトル、パニックバトルですね。ヘインエブリンを退けろということでいきます。でここに書いてあります、ファーストステージ突破率最低 50% オーバーで、毎ゲーム行う突破抽選が1/22だから、この1/22を15ゲームかな、15ゲームの間に1/22を引ければ突破ということになります。ちなみに私の方は1000ポイント貯まってアイテム1個取りましたね。これが何に変わるかですよ ね、はい、ですよね。そうですよね。池田店長の方がなんか楽しそうだな、通常時。確かになんか、まあザクザクポイント、あのアイテム獲得できてるんで。そうですよね、はい、これ煽ってますよね、煽ってますよね。次ゲームでフリーズを発生させろ。どう、あーダメ、あーダメか。ラスト3ゲーム厳しいか。いややっぱりバレットなしできたもんな、ここに。ラストまあまあ、こんな相手にハンドガン1本で挑もうとしている時点で無謀ですよね。本当そうですよね。バイオといえばロケットランチャーみたいなところありますから。そうですね、はい、いやちょっとアイテムが弱かったかというわけで、ファーストステージ突破率 50%、まあ、最低ライン突破できず終了ですね。で一応チャンスゾーン終了時もこのね、あの終了画面が出ますと、ここにもなんかいろいろ示唆があるみたいです。ダメでした、まあしょうがない。ちなみに、はい、天国モードの天井が153ゲームって言いましたけど、その他のモードの天井ゲーム数が通常 C で503ゲームで、通常 B で603ゲームで、まあ通常 A で一番ハマるモードなんですけども753ゲームということなので、まあ、そこまでね天井も深い台ではないですね。そうですね、確かに。まあ通常じゃなんかこうリピートしてる感じですね、ずっと。はい、うん、
ゲーム数管理の AT 機なんでそれはしょうがない、そうですね、指定ゲーム数までは何もアイテム獲得する以外は映像綺麗ですねとかぐらいですよこの機械について喋るのも。ただハザードラッシュに入ってからはもうお伝えしたいことがたくさんあるはずですから。お、またまたジャクチェリーで、そんな結構ジャクチェリー溜まるんですか。いや青が2個、すごいな、楽しみですね。もう本編長が分かってるんで、そうですね、どういった演出でね、チャンスに行ってくれるのか、うん、エブリ、お、あ、こういうのもあるんですね。あ、そういうのが来たら熱いんですね、うん、あ、やっぱりさっきこう直接バトル行くのはやっぱいいんじゃないですか。あー、全長ステージの前にバトルを、うん、そうそうそう、お、また強チャンス目来ましたね。すごっ、よー、ヒーロー、いや、これはやばい。いや、レア役の引きは相変わらずいけますね。この後、あー、そっからですね、うん、ようやく見せ所があるかどうかまあでも勝っても負けても見せ場になりますよ。いや、そうですね、これだけのアイテムあるんですか。確かに確かに、そうですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9 個あるんですから。9個ですね。こんだけやって負けたらちょっとやばいですよね。いや、配信できないレベルですよこんだけやって負けたら、うん、あ、こういうのがあるんですね。なるほど、こういうチャンスアップ系で連続的な、あ、やっぱりそうですね、疑似連的なやつですね、はい、うん、いや、もうこういうの見たら何もない全長ステージまず当たらないんだろうなっていうのは分かりますね、うん、確かに、ああ、なるほどね、ああ、で誰が戦いは、あ、ゲームなんですね。書き換えがルカスゲーム、あ、ないか、まあ、こんな感じ、当たるときはこんな感じですよっていうのを見せていただきました。おー、でかでか、はい、え、それデカプッシュはなんかあるのかな。ありそうですね、直行とか、うん、ようやくようやく来ましたよ。9個、いきます。いや、楽しみですね。いや、初めて。ちょっとアイテムの変化をね、ぜひ僕も見せていただきたいですし、で、1個必ずもらえるやつですね。白色、じゃあこれちょっと変えますか。一旦普通のスタンダードで、はい、成功させれてませんので、で、その1000ポイントで獲得したアイテムがここで何になるかっていうジャッジですね。1つ目オープン、レアパワーですので、まあレア役を引けばもう突破濃厚ということですね、うん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 、しかもファーストラウンド、セカンドラウンド両方とも、はい、2つ目、おファーストステージのレベルアップですね。でファーストステージのレベルアップ、うんうん、だからめちゃめちゃ強いですよね。もうこの時点でレア役引けばほぼ勝ちっていうのと、で2段階上がったってことでしょ、もうレベルが3まで、ね、プラスここからバレットでさらにレベル上げがあるんで、これは絶対勝つやろ、これこれは勝てないと。ちょっと不燃だか、お、レベル5っすね。あ、13分の1、もうちょっと上がるかなと思ったんですけど、確かにそうですね、まあそれでも 70% オーバー、かつレアパワーがあります。そうですね、これはちょっとさすがに、そうですよ、15ゲームで13分の1を引けばいいんですから。いや、ちょっとプレッシャーエグいですね。いやいや、いけるでしょう、いかんとダメですよ。お、あ、もう勝ち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 、あー、まあ、あ、煽ってますね、煽ってますね。おー、赤、勝ち勝ち、はい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 、勝つよ、70% だもん。はい、あ、はい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 、おい、ああ、こういうことか。なるほどなるほど、気持ちいい、気持ちいいですね。これでファーストステージクリア、うん、はい、なるほど。で次が
あのレベルアップはないんですよね、はい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 、セカンドステージ自体はもう 55% レア役引きたいな、ここあーそっか、7ゲーム以内に、まあ、ここをもちろんフリーズすればっていうところですね、うん、1ゲーム1ゲームこう貯めるっていう感じですね、はいはいはい、デッドアライブ 55% です、いけます、あー面白い面白い、マイゲームこうやって煽りが入るっていうのは面白い、ヒリヒリするなこれ、うん、あー怖い、ちょっとちょっとあんだけ、あ音が違う、あはあ、これは気持ちいい、なんか引いたのかな、それとも普通に突破したのかな、あうわありがとうございます、ハマった回がありましたね、ありがとうございます、いやさすがですよ、いや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 見せましたね、まあちょっと負けるところも見たかったですけどうわよかった、いやかっこええな、なんかってことは通常時のそのアイテムはめちゃくちゃファーストステージに影響を与えて、そうですね、でセカンドステージはもう本当にガチっていう感じですね、確かに確かに、でまずはこのシューティングアタックで AT の初期ゲーム数を決めるというものになってますね、8ゲーム間毎ゲームここは上乗せが行われます、お21演出も様々ですね、うん、おレア500いいところで引いた、さあおー強チェリー、これはでかい、すごい、あー増殖、これ紫は増殖ですよ、バイオハザードといえばやっぱ見せるところ見せるんですよね、すごい迫力もすごいですね、今回この増殖の、しかも20で増殖、うん、まあまあ強い、おいった、いや気持ちいい、すごい、これでもう 80? いやこれはやばいよ、あーなんかいかんのか、いやでもあいや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 順調5枚ですからね、やばいですね、もう111ゲームですよ、うん、まだ残り4ゲームあります、5ゲーム、さすが見せるな池田店長、こういう時ぐらいはねやっぱ見せていかないと、両極端もう本当にこう収録向きですよね確かに確かに、いらんところはカットして、確かに見せはしっかり残して、確かにねえ中途半端に当てて、ね、うん、しょぼい AT を繰り返すより全然いい、確かに、いやこれ特化ゾーンも面白いですね、でこれで一応ゲーム数消化した後は、はい、ハズレを引いたら終了ですね、また結構来るんだ増殖、まだいけまだいけ、はい、うん、いやでも気持ちいいな、いや十分でしょ、いや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 、これでだって単純にかけ5ですから730でしょ、ですね、でここからがゲーム数上乗せ型の高純増 AT のいよいよスタートということで、はい、まあ、特化ゾーンもいろいろありますので、はい、また見せていただけたら、わかりました、音が気持ちいいですね、そうですね、いやーすごかった、うん、おお弱チャンス目、上乗せか、あと特化ゾーンのバイオゾーンっていうのもありますね、おおいけるぞ赤文字、そこは乗ったでしょう、はい、おいはいはい、簡単に乗せました、はい、なるほどね、まあ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 、おお全部赤い、全部赤、スイカから、スイカってことはそれですね、マシンガンチャンスですね、行ってくれ、おお行ってくれ、行ってくれ、17ゲーム、17、あー乗るときは3桁とかもあるんでしょうけどね、そうですね、池田店長やっぱすごい、さっきのアイテムの数やっぱすごいっすわ、まだ僕一つですもん、今511ゲームですけど、本当ですね、
さあ今強チャンス目で緑のバレット獲得しました。おお、また行った。何？マシンガンチャンス。いや、またレア、レア声ですね。そこでレア。おお、チャンス目。よう引くわ、今日フラグ。いいね。おい。煽ってます。おお、すごっ。おお、すごいレア役の引き。おお、どないなんね。おお、ミッション。星3つですね。今のハズレも一応突破ゾーンの抽選があります。ハズレからでも、うん、おい、まあでも強チェリーの分でしょうね。あ、強チャンス目の強チャンス目ですね。10ゲーム、はい、うん、1回1回の上乗せゲーム数、大したゲーム数じゃないですけど、その上乗せ頻度だったら、おお、増殖リプレイ、それは増殖確定です。あ、すごい。いや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 、見せますね。マジか。よし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 、いきます。はい、はい、めちゃくちゃ気持ちいい。いや、この音色は、音がやばい。これは中毒性あるな。なんかもう人が叫んでるような音ですもんね。うそうそおで、またまたレア攻略。どういうこと。そんな強フラグ引く。マジ。あ、でも青。いや、もう強チェリーはさ乗るでしょ。まあまあまあね。すごいね、やばいな、やばいな。この10ゲーム間ぐらいで全部の子役引きました。すごいですよね。お、また2段階、ま、おお、20ゲーム。おお、また増殖するかと思った。いや、思いましたね。これでもなんか意外と言うてもゲーム数なんか減ってないですね。こうやっぱ細かく載せてるから。そうですね。あ、でもこれ結構やれてる時ですもんね、今現状は。いや、やりすぎでしょ。その引きすぎ。めちゃめちゃレア役引いてる割にはっていう感じかもしれないですね。特化ゾーンがまだないですもんね。うん、そうですね。池田店長、特化ゾーンがまだないんですよ。いや、そうなんですよね。見せるってことですね。そういうことですね。うん、はい。二回言ったってああいう明らかなプレッシャーが来ましたもんね、今。ちょっとお願いします。もう池田店長がそこでいろいろ見せてくだされば、そうですね。ある程度安心できます。わかりました。不足分を僕が補いますので。そうですね。はい。お願いします。B 否定するのか。そうなってくるともういよいよどっちが6からかも全く。そうなると別にその前兆演出がここで来たから B じゃないか C じゃないかって言えなくなっちゃいますね。はい、 A です。A だからってそのね、どこでも来るんですね。そうですね、フェイク前兆は。これが本前兆っぽいですね。なんですか。なんだ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 。バイブしましたよ、めっちゃ。なんだ今の。これちょっと終了が、ほら言ったじゃないですか。では、はい、設定録を打っていたのはどちらでしょうか。